マイデジ TV をご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。川北麻衣子です。そうですね、やっぱり今年も最年長なので、黒のシックな大人っぽいのにしてもらいました。そうですね、黒なんですけどすごい柄とかも大きくて、なんだろう、黒なんですけど地味じゃないというか、すごいインパクトの強い着物になってるかなと思います。2014年、そうですね、なんかすごいたくさんいろんな挑戦をさせていただいて、なんかなんだろう、モデルだけじゃなくてバラエティでもいろいろ体張ったりとか、いろんな新たな挑戦をさせていただいたので、すごい楽しい悔いのない1年になりました。今です。はい、今その去年、まあ、2014年も2015年も引き続きそうなんですけど、やっぱその瞬間瞬間、今を大事に一個一個こなしていきたいなと思います。なんだろう、なんか紅茶に、冬紅茶にはまりました。なんか美味しいハーブティーっていうのにはまって、なんかそういう美味しいんですけどディトックス効果があったりとか、なんかそういう紅茶に一瞬ハマってました。あの現場に持ってきて、お湯ってどこでもあるので現場にとりあえずティーバッグだけ持ってって、いろんな現場で飲んでました。なんかやっぱり自分で持ってるとみんな、え、何飲んでるのってすごいみんな聞いてくるので、その時になんか話題にもなるしいいかなと思います。でもみんな飲んでくれてるのかな、すごい勧めてますけど飲んでくれてるかどうかは分かんないですけど、はい、でもみんないつも美味しいって言ってくれます。そうですね、なんか毎年ニューヨークにいた時もそうなんですけど、毎年お母さんのおせち料理を食べてるんですけど、今年もお母さんの手作りのおせち料理を食べたいなと思ってます。なんかイクラの醤油漬けとか自分お母さんが漬けたりとか、栗きんとんとか作ったりとか、なんかお雑炊、お雑煮か、お雑煮を作ったりとか、結構全部手作りでしてくれます。すごいんですお母さん、もうなんかお店が出せるんじゃないかって思うぐらい本当に上手です。頑張ります。でもお母さんが本当に料理うまいので、もう早く身につけたいです。私もうまくなりたいです。特訓中です。頑張ります。そうですね、具体的にはお仕事ですと、やっぱ歌がすごい好きで、ずっとちっちゃい時から歌が大好きで、で今年1年ぐらい前に、フィーチャリングで歌を出させていただいたんですけど、ソロでも出したいなって、今年こそ出したいなと思ってます。どういう歌がいいですかね。でもなんか私音楽聴いて勇気づけられたりとか、なんかすごいテンション上げられる曲が多いので、なんかそういう曲を皆さんにも提供したいなと思います。プライベートなんですかね、でもプライベート免許とか取ってみたいです。はい、運転してみたい。でもなんか助手席の方が好きなのであれなんですけど、なんか遠出をするのが好きなので、なんかそういう時になんか大阪とか行く時にすごい6時間とかかかるじゃないですか。その時になんかまあ基本的には友達とかにドライブしてもらうんですけど、ちょっと変わってあげたりしたらいいかなと思うので、運転したいです。免許が欲しいです。何でしょう、でも海外ドラマがすごい好きなんですよ。だからなんかでも去年意外とあんまりなんか見れなかったりしてたので、今年こそいろいろ見たいです。ゴシップガールにすごいハマってて、まだそれ見終わってないので、それを見終えたいです今年は。はい、傾向、ああでもやっぱりなんかそういうギラギラした、なんかなんだろう、
絶対これドラマでしかありえないでしょみたいな感じのが好きです。でもなんか結構プリズンブレイクとかもすごい好きで、でもいつもなんか途中でなんか 見るのをやめちゃうんですよね。なんかなんだろう、なんか新しくシーズンが出るまでを待ってる間に違うドラマに行っちゃったりしちゃうので、なんかプリズンブレイクもちゃんと最後まで見たいなって思います。結構なんかそういう海外のドラマってすごいスケールが大きいんで、なんか見てる分にはすごい面白いんでいっぱい見たいと思います。あ、英語で見ます、もちろん、はい、字幕あった方がすごい漢字が読めないんですよ。だからもう逆に読み終える前に次のが来ちゃうからちょっと待ってみたいな感じで、はい、全部英語で。しかもなんかすごいやっぱどうしてもお仕事で英語を使う機会が少なくなってくるので、英語がどん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 一生忘れることはないと思うんですけど、やっぱどうしても下手になってきたりとか現代の言葉とかに慣れてなかったりするので、それを見て勉強してますそうですね、今年もまゆこらしく自分の気持ちに素直に一生懸命お仕事もプライベートも両立しながら頑張りたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。